今回紹介するのは、久松郁美さんです。タレント、モデル、女優、グラビアアイドルとして活躍しています。1996年2月18日生まれ、この動画公開時の年齢は27歳。原宿でスカウトされ、2008年から雑誌、花中の専属モデルとして活動を開始、2012年、雑誌、キャンキャンの専属モデルになりました。 数々のテレビドラマや映画、バラエティ番組にも出演。2021年6月、前年に結婚をしていたことを報告。2022年、ナスカは天心バーサスタケで話題となった、ザ・マッチ、2022で解説を務めました。近年の活動については、あまり情報がありません。趣味はゴルフ、カラオケ、特技はバスケットボール、野球、演営、 趣味のゴルフについては、彼女によるゴルフ関連の YouTube チャンネルがあります。イクミさんがゴルフを楽しんでいる姿に興味のある方は、チェックしてみてください。彼女の魅力の一つとして、健康的な肉体美があります。そしてそれは、見た目の印象だけでなく、実際に、運動が得意なからだと言えそうです。なぜなら、彼女の趣味や特技の多くは、スポーツに関連しているからです。 いろいろな妄想がはかどりますよね。また、彼女の印象的な目も魅力の一つです。私の視線はどうしても、彼女の目に引き寄せられてしまいます。わかりみが深い方はどのくらいいますかコメントで教えてください。更新頻度こそ低いものの、彼女のインスタグラムアカウントでは、彼女の近況を知ることができます。イクミさんの動向が気になる方は、チェックしてみてください。今回の内容は以上です。 この動画が面白かった方、イクミさんをもっと知りたくなった方は、高評価を押してください。動画の感想や要望があれば、気軽にコメントしてくださいね。このチャンネルでは日本の美女をはじめ、世界の美女を紹介しています。興味のある方はチャンネル登録がおすすめですよ。またね。